国の民主主義を常に追求していかなければなりません。しかし今それらを脅かす存在があります。安保法制です。安保法制は立憲主義に反した前提の上に成り立つ法制です。その最たる例が法案の合憲化するための憲法9条の解釈改憲です。2日前にリージョナルデポに関する国会答弁があったのを皆さんご存知だと思います。海外の戦闘機を小牧南工場というところで機体を整備するというようなことが決まりそうだということで、それを先にアメリカに言ってしまった。私たち愛知県民何も知らされてないんです。今日この場にこれだけの人が集まったことを私はすっごく嬉しく思います。戦争法案を絶対に許しちゃいけないっていう人たちが東海地方にこれだけいるんだ。それは戦争法案を廃案に追い込む運動の大きな追い風になると思います。中には私たちが声を上げても意味がないという人たちがいます。でも私はそうは思いません。現在参議院で審議中の安保法案ですが、賛成派の方は他国からの脅威に備えなければいけないんだっていう説明をよくします。僕はこの意見を否定はしません。確かにもしも自分が攻撃された時には自分を守る手段がないと殺されてしまうので何か手を打たなければいけないです。しかし安保法案がその解決策だとは思いません。僕は奨学金を借りて社会生活を送っています。平等豊かではありません。ここで一つ懸念していることがあります。それは経済的徴兵制です。お金がなくて大学や大学院に行けない学生のために長く自衛隊に所属すれば奨学金が無償になります。あ、失礼しました。自衛隊の幹部候補生になると引き換えに長く自衛隊に所属すれば奨学金が無償になります。この制度を利用して自衛隊員を募集しているのです。私が小さい子供の時喧嘩をするとよく保育園の先生や親からこんな言葉を言われました。話し合いで解決しなきゃダメでしょ。どんなことがあっても人に手を挙げてはいけないよ。私は少なくともこの言葉を何度も何度も聞かされ育ってきました。そして今年で20歳、大人という憧れであったはずの世界に足を踏み入れようとしています。その日本の大人であるはずの総理大臣は安保法制という危険な法律を成立させようとしています。こんなに多くの方々が戦争法案反対と叫んでいます。私もその法案に反対です。最初に安全保障関連法案って聞いた時はとても素敵な法案だと思ってました。だって安全が保障されるんですよ。すごいいいと思いませんか。だけど内容を見てみると自衛隊が戦地に行ってしまうだとか外国の戦争に加担できるだとかむしろ安全から遠ざかっているとか